第10組の選手の皆さんが来ました。ご覧ください。木村友哉、塩見幸喜、そして竹谷慎也、3選手です。手前が竹谷慎也、真ん中が塩見幸喜、そして一番が木村友哉と。さて問題です。この組どういうチームでしょうか、お考えください。池村智代、続いての契約は国際スポーツ振興協会所属、塩見幸喜。ナイス。続いてのティーオフは竹安俊也。ただいまスタートしましたのは第10組、池村智代、塩見幸喜、竹安俊也の3選手でした。いらっしゃい。正解はもう皆さんご存知だったと思います。チームテラネードでございました。このメンバーだけでご飯3杯食えます。やばい、来たよ。宮本勝正、そして武藤俊則、そして横田慎一と。検証済み。僕の YouTube で検証済みで、好結果出てる。ネクスジェット。ネクスジェット使っていただいてますね。めちゃくちゃ嬉しい。嬉しいですね。水上魂がなかったかな。続いての契約はアートンホテル所属、宮本勝正。よいしょ。
続いてのティーオフは武藤俊則。ネクシン嬉しかったですね。感動しましたね。びっくりしましたね。いやすごいよ、コシンさん。まあゴルパチャンネルご覧の皆さんはね、気づいてると思うんですけれども、ネクシン7の新しい、ゴルパチャンネルに、横田慎一プロが出ていただいて、本当のね、コシンさん損得なしの、ネクシン7を体験していて評価してくれた。ただそれで番組で終わりかなと思ったら、ゴルフパートナーのエキシビションで投入使っていただけるとは思わなかったですね。すごい実際にすごくないですか。本当で今軽い右のドローでちょっと右の、ラフにかかってファーストカットぐらいかなぐらいのところでしたけど、ナイスショットでした。びっくりしました。勝ちました。深堀圭一郎の手島太一。そしてもう稲森ゆきプロ。さて問題です。このチームは何の組で構成されているでしょうか。お考えください。正解はティーショットの後。めちゃくちゃ豪華。それは豪華ですよ。ミスター水野手島太一、そしてミスターキャロウェイですね、深堀圭一郎と、そこに若武者、フェアウェイキープ絶対王者稲森佑貴と、この3名共通点がございます。あれしかない。深堀圭一郎。続いてのピアスは稲森佑貴。第12組の選手の皆さんが、スタートしていきました。深堀圭一郎と手島太一プロ、そして稲森佑貴プロ、何のチームだったでしょうか。正解はそうです、
日本オープンチャンピオンチームでございました。豪華、ね、稲森選手は初優勝が日本オープン、それですね。フェアウェイキープリスナンバーワンの稲森選手がまたまたこの雨の中 T ショットを曲げなかった。あと続きまして手島大輝プロのグローブ、手島式グローブなんですが、もしかしてアップでできないんですか。ここマジックテープついてないんです。開いてますね。そういうのも細かく見ると楽しいですよ。第13組です。この組は星野秀正さん、そして近藤智弘さん、そして矢野篤馬さんでございます。この3選手共通点がございます。さあ何でしょうか、お考えください。ちょっと難しいかな。続いてのティーオフは星野秀正。さあ、星野秀正、近藤智弘、そして矢野東、3選手がスタートしていきました。この組はチーム77年生まれ組でございます。さっきもちょっと T シャットする前に皆さんがこの3人で回るの、中学生の時とかやってる、でも初めて回るよなって言って、なんかね、30年ぶりに、この3人で回るそうです。 30年経って初めて、30年間一緒に回り続けて初めて、30年間で初めて3人で回る、きっと中学ぐらいの時からずっと切磋琢磨してきた、まあ、同い年チームなんですけど、初めて、30年経って初めて同じ組で回るそうです。試合でも今までなかったんですけど、なんかいいねっつって、ちょっと思い出を作ろうっつって出ていかれましたけども、しかも T ショット3選手全く同じ右のラフバンカー方向という結果でございました。まあ、こういうのがあるからゴルフするね、パートナーのエキシビション、トーナメント最高です。続いて第14組の選手の皆さんがティーを入れにやってきました。見てください、人気者ばっかり、宮里清選手、そして龍哲郎選手、高島仁一郎選手の3選手です。さて問題です。このチームはどういう
チーム構成でしょうか。正解は T シャツの方。佐藤清志。続いてのティーオフは劉哲朗。続いての企画は高島純一郎。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいまスタートしましたのは宮本剛、龍哲朗、高島純一郎の3選手でした。さあ、ここで、答えです。その選手、宮本剛プロ、そして龍哲朗プロ、さらには最後は高島純一郎プロでした。この3選手、共通点。さあ、お気づき、全員兄弟が女子プロゴルファーの組でございました。そうですよね。もちろん国民的スター宮里藍選手、そして劉律子プロ、そして最後は香妻琴乃プロと、ね、LPGA で活躍している、そして男子プロと兄弟揃ってプロゴルファーの組でした。第15組の選手の皆さんがティングエリアでいました。靴脱ぎアップロ、そして添田優斗プロ、そして田地高博プロの3選手です。このチームはどういうチームでしょう。まあ、ヒントというか答えが出てますけど、ちなみに今から皆さんティーショットを打つんですけれども、幡地プロですね。カナキ幡地プロ、幡地プロはドライビングディスタンス2位です。2019年、 313.5 とかなんかそんな感じだと思います。1位はちなみにチャンキムなんですけど、 313.7 いくつみたいな、本当に0.1 靴で2位になっているという。ティーショットが交互期待。
はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。続いてのティーオフはリライトワークス所属、幡地隆博。いらっしゃい。いらっしゃい。ただいまスタートしましたのは15組、戸枝優斗、秋久美希也、幡地隆博の3選手でした。なるほどね。いらっしゃい。さあ、今第15組の選手の皆さんが出てきました。添田プロ、アクスプロ、そして幡地プロの3選手でした。共通点もうお分かりです。チームタイトリストでございました。みんなね、カット気ですね。ぶっ飛びでした。幡地プロ右のバンカー越えていくんじゃないかと思ったぐらいね、高弾道でしたけど、この後セカンドどういう展開になるんでしょうか。そして最終組、アウトスタートの最終組が次やってきます。ついにゴルフパートナー所属来ますよ。リーキさん、リーキさん。2018年のアベバ TV ツアーの賞金王が来ましたよ、佐藤太平と。そしてゴルフパートナー池田力プロ、そしてもう一人の千原達彦プロでございます。パートナー入ってますから、傘も、はい、ダブルパートナー、ありがとうございます。あれは売ってあるんですか？売ってる。あ、売ってない、うん、販売してないやつ。販売してないやつ。池田力、続きまして神崎カントリークラブ所属、市原達彦。ナイスショー。続いてのティーオフは栗山所属、佐藤太平。
いらっしゃい。ということで、アウトスタート16組、無事にスタートしていきましたよ。いや、とにかく無事にスタートできてよかったです。雨の中断1時間あったんですけれども、久しぶりの男子プロのティーショットを見れて幸せでした。とりあえずナイスショット、ナイスカントリーでした。